力を持つがゆえに道を踏み外す。道を踏み外すために逸脱した力を願う。この矛盾もまた人間の証である。紛争のない世界、調和に満ちた世界でさえ特例は現れる。何のために？小生の相手か。ぬるい面持ちをして五将戦いとは無縁だ。そう思わせる面構えだな。さしたる覚悟も高尚な目的も持たず、欲界に流されるままやってきた流浪者。そんなところ、今のような流浪者と一緒にされては困る。小生はこの浮世で最も尊き目的のために戦地に赴いている。それは我が神を世界の神とすること。まさにこれこそ浮世のレクイエム。